タイムズイエローラベルアーリータイムズはバーボンウイスキーの銘柄である。最初に蒸留製造されたのは1860年にアーリータイムズステーションと呼ばれる村である。しかしアメリカ国内では現在はバーボンではなくケンタッキーウイスキーとして販売されている。ただし輸出用製品は現在でもバーボンウイスキーである。アーリータイムズのブランドは現在ブラウンフォーマン社が所有しており、ケンタッキー州ルイビルのダウンタウン蒸留製造所で製造されている。この銘柄は1920年代を通じて広く知られるようになった。アメリカ合衆国の禁酒法時代の期間、このウイスキーは医療用ウイスキーの表示を行うことで法律の適用が免除された。今日アメリカで販売されているアーリータイムズは再利用の焦がし、オークソンで熟成したウイスキーが 20% を占めるため、バーボンウイスキーではなく、ラベルにはケンタッキーウイスキーと表示されている。逆に国外マーケットで販売されている輸出向けアーリータイムズは焦がしオークの新鮮で完熟され、アルコール度数 40% の本物のバーボンである。このバーボンは古いオークの色で甘口シェリーに近く、バニラの後期が優勢で滑らかな味わいを持つ。日本ではサントリーアライドが扱っていたが、ブラウンフォーマン社がアサヒビールと国内販売契約を結んだのに伴い、2013年より同社が輸入販売を行っている。伝統的なイエローラベルに対してブラウンラベルの歴史は浅く、1996年に日本市場向けに作られた。アーリータイムズのウイスキーをベースにしたスピリッツに青リンゴのフレーバーを添加したフレーバードウイスキー。税法上はリキュールに分類される。Blind Archerという名称は目隠しをして頭上のリンゴを矢で射抜いたウィリアム・テルの伝説にちなんで命名されている。世界有数のスピリッツワイン会社ブラウンフォーマン社と日本国内での販売契約の基本合意。アサヒビール。2014年1月14日閲覧。ありがとうございます。